ここは懐かしいな。勝手知ったる城だろ。俺たちはガキの頃から密に交流を重ねてきた。日の本の5つの大武士団の跡目として、天下安寧という共通の夢を叶えるためにな。単なる人質外交だろ。お前の物言いは毎度理想がかって青くせえ。そう言うなよ。で、淡路島奪還作戦の守備は？悪くねえ。金達の働きで第二陣第三陣が島に潜入できた。ヤマタノオロチについて調べはついた。なんだ、順調ならば武田の援軍はいらねえんじゃねえのか。お前を呼んだのは他にも理由がある。黒曜の女神が見つかった。もし黒曜の女神が手に入れば、鬼退治の時代は終わる。歴史を変えられるぞ、直虎。だが敵にも嗅ぎつけられたらしい。あの黒犬どもか。ああ、ヤマタノオロチの降臨に乗じて、黒犬か、もしくは黒犬の手先が、上杉を切り崩しに来るだろう。おそらく、内部からな。患者か。そっちの方の守備は？黒子に探らせてる。見つけ次第、攻め込む。なら俺は、城を立つ。直虎？援軍を呼びにな。みんなのおかげで任務が果たせたぜ！仲間に乾杯！おぉ！いただきまーす！くそ、鬼退治で褒められるのはいつも秋広ばっかりだ。むしゃくしゃするな！何するのよ！時雨、忠幸、憂さ晴らしに行こうぜ。おぉ。なんだあれは？頭に来ました、みんな反省会の途中だぞ。春久様は放っておいていいんですか？憂さ晴らしも必要だ。セニョールを見なかったか？うん。武蔵君がどこにもいないの。逃げ出したのかもな。あんたたちのせいでしょ。帰りの船で散々こき下ろして。どこに行ったのかな、武蔵君。気に、陶器をつないで戦うことも知らないくせに武士団の仲間に上も下もないとか大口叩いてたの。バカか。俺だけ何もできなかったのに今さら仲間に入れてくれなんて言えねえよ。ダサすぎるだろ。でも俺一人じゃ戦えねえし。仲間に。その雑魚はいないものとして扱え。戦場じゃまるで使い物にならねえ。賛成。武士団はお友達ごっこじゃねえっつーの。じゃあな、勘違い野郎。その通りかもしれない。それなのにあんなこと言って。武士団の仲間に上も下もない。はあ、あれ、何勘違いしてんの。頭の中お花畑。ヘドが出るクソガキの理論。空気読めよ。読んでるつもりなんでしょう。ミチルなら分かってくれるよな。いや、すがらないでくださいます。武蔵最低、クソガキ勘違い野郎。俺はダメなやつだ。どうせいても足手まといになるだけだし、小次郎とつぐみを探してここからで、で、出ていくのか。脱走兵は裁かれるぞ。お前に関係ねえじゃん。まあそうなんだが、なんとなく放っておけなくてな。今の君の気持ちはなんとなくわかる。大口を叩いたものの実力が追いつかなくて恥ずかしいんだろ。僕もそんな風に家臣の前で恥をかかされたからな。あの後も君は何度も僕たちをかばってくれた。その気持ちは嘘じゃなかったんだろ。確かに君は鬼徹刀について無知かもしれない。だがそれがなんだ。逆に言えば、知識を備えれば可能性が開けるってことだろう。
君は強くなれる。僕の居合を止めたんだから絶対だ。お前超いいやつだな、メガネ君。天子克美だ。克美、俺のことなんか励ましに来るなんて面倒見が良すぎだろ。嫡男だからな。家の跡取りが仲間の面倒を見るのに慣れてなくてどうする。ありがてえ。俺と同い年ぐらいのくせに妙に包容力がありやがるぜ。なぜ拝む。まあ跡取りが小隊長にもなれないんじゃ困るんだがな。克美はなんでそんなに小隊長にこだわるんだ。君には関係ないだろ。まあそうなんだが、なんとなく気になったよ。淡路島は僕の故郷だ。故郷。天子は淡路島を拠点に細々と暮らしてきた小さな武士団だ。だが鬼の侵攻で帰る場所を失ってしまった。鬼に故郷。だから取り戻したい。そのために隊を指揮して全力で戦いたかった。まあよくある話だろ。他の連中だって何かしら戦う理由があってここに来てるんじゃないのか。戦う理由、君にもあるだろ。俺はなんで鬼退治をする。親父さんの情報のため。捕まったから仕方なく。違うだろ。最強の武士団作ろうぜ。このままでいいのか。負けてバカにされてけなされて何の役にも立たない情けない俺のまんまでいいのか。鬼鉄を秤にかけろ。手柄をかさ増ししようったって無駄だぞ。次、第一陣直江軍第一島津小隊。隊員が一人足りないぞ。武蔵ってやつは欠員でーす。あいつ逃げたのか。ああ、荷物なくなってたし。武蔵。第一小隊、欠員ありません。武蔵くん、よかった。この先あいつらと一緒に戦うためにも今強くならなきゃな。ダサくても恥かいてもみっともなくても。決めたんだ。とことんやってやるぜ。克美のおかげだ。克美、私の若君になんてなれなれしい。違う、そうじゃない。陶器を受けるときは刃を垂直に当てろ。何度言えばわかるんだ。昨日の優しいこいつとは別人だな。一体どうしちまったんだ。さては、部下の前だからって張り切ってるな。克美、また。私の若君になんてなれなれしい。様が好物を食べ尽くすまであと5日といったところか。それまでに黒曜の女神も僕が回収する。四郎の石から送られてきたこの姿、我らが女神はなぜかような貧弱なガキを宿主に選ばれたのか、僕には理解できないよ。ん？来たか。報告します、お父様。お前が上杉の内情を話してくれて助かるよ、ミチル。はい、お父様。だが、お前の真の任務は分かっているな。はい。黒曜の女神を見つけ出し、その宿主を殺すことだ。はい。女神の宿主、例の武士は見つかったか。ごめんなさい、まだ発見できません。そっか、しかし会えば必ず分かるさ。
石と石はつながるからな。期待しているぞミチル、お前は私の一番の出来のいい娘だからな。また失敗作だ。どうして僕はガラクタしか作れないんだ。クソ。私は大地に打ち捨てられたしがない小石の一粒、名前すら与えられない、何の価値もない。でも、おお、よくやった。お前は特別だ。名前を授けよう。そうだな、ミチルだ。私の3000番目の娘だからな。ミチル、それが私の名前。しがない小石の一粒から特別な一人の人間に、価値ある人間になれた瞬間だった。お父様の役に立てる、嬉しい。でも任務を果たさなければ、また価値のないただの小石に戻ってしまう。それは嫌。見つけたら一刻も早く。とにかく陶器をつなぐって技を覚えてみせるぜ。いつまで監視するおつもりですか。あのようなものさっさと殺してしまえばよいのです。奴が黒曜の女神だと上杉方に知られれば、武士どもに女神を奪われまする。わかってる。その前に私が終わらせるわ。避けるなと言っているだろ。だって当たったら黒焦げだぜ。陶器の扱いは剣技と同じなんだ。君には剣の下地がある。今まで自分が修行してきたことを思い出せ。今までの修行。小次郎、おやじさん。力の入れすぎだ。陶器が無惨してしまった。失敗だな。でも今のは怖くなかった。陶器が普通の剣に見えた。その感覚でいい。見た目に惑わされるな。陶器を長い剣だと思えばいいんだ。ああ、なるほど。よし、もう一本来い。まだ誰にも気づかれていない。武蔵の中に黒曜の女神がいることを。まだ一緒にいられる。ダメだ、全然できねえ。武蔵死んじゃうのかな。私が殺さなきゃいけないのかな。嫌だな。出会った瞬間に分かった。この人が私が息の根を止める人。おお、あんたを助けた時にな。私を助けてくれたの。なんで私なんかのために血まで流してくれて。俺は今ミチルに話しかけてんだよ。覚えててくれたの、私の名前。不思議だな。この人は私が何の価値も示さなくても、役に立つことをしなくても、私の名前を呼んでくれる。笑った。よかった、怒ってなくて。あのね、あなたは私に無条件に笑いかけてくれた初めての人なの。ねえ、教えてくれる？どうしたらあなたのことを好きにならずにいられる？他のやつで試してみるか。ミチル、ちょっと俺に陶器を出してみてくれよ。私？ああ、なんかミチルとなら繋がれそうな気もするしさ、頼むよ。武蔵が私のことを頼ってくれている。嬉しい。武蔵と私が繋がる？ああ、繋がるとどんな感じがするんだろう。ちょっとやってみたい。よっしゃ。そううまくいくかっての。イチャつくな。不潔だわ。じゃあ行くね。武蔵、ちゃんと受け止めてね。
よし来い。やった、あ、できたじゃないか。武蔵とつながった。あれ、なんだろうこの感じ。石の塊は小次郎、まさかあれ。ああ、刀の試しの時と似てる。まさか武蔵の身に何かあったのか。石と石はつながるってこういうことだったんだ。私と武蔵の石が同調してお父様の石にも。あれ、なんだここ。お父様に見つかった。逃げなきゃ。取り押さえろ。ダメだ、波の動きでは歯が立たん。おい黒子。分かっている金立つ。鬼徹と獄門羅生。陶器の監獄だ。捕らえた。さすが悪軍師団だ。上杉軍一の縛り手よ。こいつらが黒い鉱石の正体か。殿、この女は黒犬の密偵の件で目星をつけていた者の一人です。本物の猿渡りの姫ではない疑いがありまして、この者どもを尋問してみては。ダメ、武蔵まで調べられたら黒曜の女神が見つかっちゃう。殿、私に考えがあるのです。やめろ、離れろよ。おとなしくしろ。敵の患者はそやつだ。捕らえて貼り付けにしろ。え、俺武蔵。おろせ。俺は鬼神のことなど知らん。自慢じゃねえが、鬼徹刀の戦い。武蔵は患者なんかじゃないわよ。俺たちの仲間だ武蔵。下がれ。必ず助け出す。待ってろ武蔵。俺は潔白だ。待ってて武蔵、今助けてあげる。この石の力で。期待しているぞミチル。お前は私の一番の出来のいい娘だからな。お父様。まんまと石を使ってくれたのである。お、分かったのか黒犬のねぐらが。淡路島南部ユズルハ山山頂だ。猿渡りの姫と同じ石の反応を確認した。黒子の作戦が的中したな。猿渡りの姫をわざと泳がせて敵のねぐらを突き止める。やりましたね殿。明日の淡路島総攻撃で一気に黒犬の首を取る。俺たちは国飛信から国を奪い返す。そのための重要な一手がこたびのヤマタノオロチ退治なのだ。知っての通り、ヤマタノオロチは鬼神の中でも五士に入る強さを持つ。奴の武器はあらゆる攻撃を跳ね返す特殊な防御壁、最強の矛盾だ。奴首にある八本の角を全て折ればヤマタノオロチは死ぬ。これを一本でも折った者には上杉家が城塞を持って報いよう。これ以上の恩賞はない。オロチを狩り、一国一城の主となれ。その手柄、必ず俺たちがものにする。ああ、島津正太、悪いがお前たちは城で待機だ。どういうことですか直江様。島津正太の2名にとある容疑がかかっておってな。疑いが晴れれば戦場に出してやる。武蔵と猿渡りの。クソ、俺たちは無関係なのに。これじゃ手柄上げられねえじゃねえか。
戦場に出るためには島津とは無関係だと証明するしかない。どこへ行くんですか、明宏殿。ミチル。